ひどいよ。ね、一応新宿一丁目ですからね、いい立地だと思うんですけどね。あの新宿御苑駅からね、徒歩5分のところにあるね、大膳っていうあのお店の親子丼はね、めちゃくちゃうまいですよ。月木金だけ確かね、親子丼のランチみたいなのがあるんですよね。まあ、大体もう開店してもうすぐ売り切れちゃうんですけどね、もう満席になっておすすめです。あ、大膳ですからね、大蔵じゃないですからねキーパッド、ほう、小汚いってあんまり女性の方で言ってるの聞いたことないですね。すごいね、暗証番号付きのドアがある。なんだろうね、まあ、明らか怪しいけどね。古い木製の紋章がドアにある安井宮ってあの大蔵のお店も含まれてるんですかねあ、ゴミ箱あるね。あ、南京錠がかかってる。まあ最近はそうでしょうね。小さくこもった携帯の着信音がゴミ箱の中から聞こえると。和樹のものに間違いない。工業用の鍵だし無理やりこじ開けるのは難しいと。なるほど、このビルに鍵を持っている人がいるかもしれない。まあ普通そっちを先に考えなきゃいけないよねこじ開けるってここの建物かな。なんか右のなんか血がついてるっぽい下水道がやたら気になりますけど小林、名乗る前から倉庫スタッフ小林。うん、小林くんにはやっぱりさっきの女の子は見えてないみたいですね。おやおや、私が警察です。この外にあるゴミ箱を開けたいんですかね、ご協力願えませんかね。あ、小林、鍵がねえんだよ、鍵がよ。おお、そうそうそう、それは話が早いじゃねえか。お、その鍵をじゃあくれよな。ああ、もうこいつは逮捕っすね。あ、アホ罪で。まあ私がプロデューサーだったらこの今すぐ出してっていうのはボイスにしますかね。ええはい、他には何もなさそうかな。うん、確かに気味の悪いねビルだけどね。おお、もうなんか携帯鳴ってるよ。なんかうわ名前書いてあるいやもうこんなん絶対開けちゃダメでしょこれもうハエめっちゃたかってるやん。いやもうこれはもうこのままにしてもう鑑識呼ぶべきですよ絶対ね。そうしましょう。そうしません。いやというほど知ってるならもう開けなくていいじゃないですかこれ。鑑識に任せましょうよこれはねえ。うー、開けたくないよう死にくって。でもおかしいですよね、和樹の携帯が鳴ったのが確か1時間前って言ってましたよね。ここまでハエがたかって腐りかけた死肉っていうのは1時間でできるはずないからね。
田中は下水道に私といる。そこの下水道ですかね。紙袋を捜査のために残す。うん、大事な気がする。雪村警部のよこす応援チームが鑑識に回してくれるだろう。下水溝、あ、ペンキなんですね、地じゃなくて、うん、鎌倉とあの少女。赤いペンキは内側と外側どっちにもついているから、下水溝に入る方法を知る人が近くにいるはずだ。そうともいけないんじゃないのかな。うん、ここのビルにはもう誰もいなそうですね。何もなさそう。はあ、仕方ねえから泰造のとこ行くか。もう行きたくねえけど。入るたびにおもろいな。あ、質問が増えてる。まあ、この3がね、知ってたらもう犯人かなと思いますけどね。この掛け軸あたりを動かすと、なんか下水溝につながる階段があるとかね。太蔵さん、何度もすみませんが、この通りの突き当たりにある下水溝の出入り口について何かご存知ないですかね。太ったスーツ姿の男が這い出てくるのを見た。女連れ。太ったスーツ姿ってもうあのおっさんしかいないよね。あのやばいバタフライの。いや、太蔵さん、それはおかしいっすよ。なんであなたよそのお店の常連の名前知ってんすか。それ怖いっすよ。いや、あのこれね、あのわざとなのかそうじゃないのか、なんかこのおっさんクソ怪しくないですか。なんかちょろちょろさ、どうも信用できないですよね。赤髪の子を見かけたことはないと。おやおや、私にはあなたの方がいささか不審に思えるのですがね。ああ、何も聞けなくなってしまった。じゃあ戻りましょうかね。次に行くのはもちろん後藤さんのいるバタフライクラブ。あなたによく似た人物が突き当たりにある下水溝の中へ消えたとの目撃情報があります。失礼ですが、何かお心当たりは？何のことだかよくわかんないよ。脅す？いやー、まだ脅す材料なんて何もないでしょう。あ、ダメですよ、後藤さんはただものじゃないから絶対。何言ってんのか意味わかんないしっていうやつはなんか知ってますよね。はい、本当に知らなかったらキョトンとすると思うんですよね。うん、意味わかんないしってなんかもうカウンターだもんね。懇願する。うん、まあこっちだろうね。うん、お願いします、あの下水道に入る方法教えてください。おなんかあざといやつ来た。なかなかやりますね。ああ、もうこんなこと言われてももう気にしちゃダメ。もうとにかく懇願しまくるで早っ。落ちるの早っ。やっぱ思った通りね、このホステスさんは防御力あんまなかったね。いい子だね。後藤が女の子連れて出入りしてるのを何回か見かけたと。申請。はあ、このホステスさん多分秋田の子だよね。うん、ね、料理がね結構うまいんじゃないかな。嫉妬深いし、おっかないし、まあ結構口うるさく言ってくるけど、意外と推しに弱いっていうね。あ、すいません、勝手な妄想です。
あ、入り方知ってるんだ。やる。一番左のバーを右にひねる。次にその隣のバーを左にひねる。そしたら2本とも外れるから下水口に入れる。何それ、ドラゴンクエストやないか。あ、プロフェッショナリズム下がってもうた。なんで？頑張ったやん。おお、インベスティゲーションの数字がなかなか高いですね。サニティがちょっと下がってて、プロフェッショナリズムまあまあまあ OK っていうとこなのかな。よし、じゃあ行きますか。うん、この店はまた来てもいいかもしれないですね、後藤さんがいなければ。おう、開いた。左に回すとか覚えなくてよかったんだ。おっと、なんだここは。あれは百均の電球。うん、っていうか電力をどこから取ってんだそれは。うわ。いや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 、後藤さん何やってんすか。あれ、何かに使えるだろうって言ったのに持ってかないんだ。できればもう一回開きたくないんだけど、産地下がりそうだから。あ、大丈夫だった、よかった。なんだこれ。いやもうこの時点で絶対応援呼ぶでしょ、絶対。行っちゃダメだよ一人で。興味深いわ。鳥っていうのは神の領域っていうことですからね、ここを入ったらもう神の領域ですよっていうことだね。これは？はあ、またペンキか。ペンキである必要あるんですかね、あんななんか腐りかけた死肉が入ってたぐらいなんだから、普通の血使っても良さそうなもんですけどね。ロープか何か、このまま降りたらまずいってことだね。この上にあるロープみたいなの使われへんのかなこれ。あ、わかった。嘘でしょ。デブ王のロープ、それで写真撮れなかったんだ。このロープを使うのね。マジかよ、こんなロープ触りたくもないんだけど。さあ、後藤の野郎、きっちり肩にはめに行きますか。あなたロープ持ってきてますよね。貸してください。なんでこの写真をあそこに放置したんだこの親父は。あなたの好む行為そのものはまあ個人の趣味ですからとやかく言えません。しかしその行為が収められた写真はあなたが公共の施設である下水口に無許可で侵入した動かぬ証拠となりますね。いいね後藤さん、考えることは同じですね。私もちょうどそのロープと今晩あなたが留置所で過ごさないで済む権利を交換できそうだなって思ってました。え、写真渡さないの？もういらないでしょだって。意地悪な人嫌いって。汚ねロープだな。なんでプロ意識下がるんだ。おかしいな、僕の捜査方針なんか問題あるんですかね、一生懸命やってるんですけどね。
さあそれでは後藤さんからいただいた大事なロープを使って下に降りることにしましょうか。細くて頼りなくて、しかも使用済みのロープ。でも今はこれしか方法がない。覚悟は決まった。さあ行こう。なんかやばそうなとこに来ましたね。なんか壁に文字が書いてありますよね。暗黒から私を救って、暗黒から私を救って、無限が広がっている。ん？わからんわからん、わからんけど、この先が多分すげえやべえんだろうなってのはなんとなく。え？